い、どうも、ラインアーティストのりょうです。私は西洋の抽象画と東洋の抽象表現を融合させた作品を描いております。いつもはこういった作品やこういったのやこういった作品を描いております。今日はこの作品の制作過程ではなくて、私の自己紹介の方をしていきたいと思います。1分で自己紹介するんで、よかったら聞いていってください。自己紹介の内容は大きく3つです。1つ目は私の作品の面白いところ、2つ目は作品を描く理由、3つ目は今までの私とこれからの私です。それでは早速いきましょう。1つ目の私の作品の面白いところは、西洋の抽象画と東洋の抽象表現を融合しているという点にあると思います。今までにもない、歴史的でもない新しい融合した形だと思っております。漢字が絵の主体になるということも今まで少なかったと思いますし、書道、文字に対して色を乗っけている作品というのも今まで少なかったと思います。そういった今までになかったもの同士を融合させているというのは面白いところだと思っております。2つ目の作品を描く理由についてですが、これは今見てくださっているあなたの表現を触発したい、そのために私は作品を描いております。この表現の触発というのは、私の見方や考え方や視点を通して、こんなにも面白い表現ができるんだよというのを作品を通してお届けし、見てくださった方にいろんなことを感じ取ってほしいですと。ただここで感じ取るだけで終わってほしいわけではなくて、見てくださったあなたにもいろんな表現をしてほしい、そういった背中を押すという意味も込めて表現の触発という言葉を使っております。3つ目に今までの私とこれからの私についてです。今までの私は室温症でエンジニアとして働いてました。室温症のため論理的に話すということがすごく苦手で、エンジニアには向いていないなというので絶望をしておりました。その絶望の中で自分を見つめ直した結果、今までに書道を行ったり音楽を通していろんな表現をしていたことに気がつきました。そういった自分の内側にあるものを表現するのが好きなんだというのに気がついた結果、アーティスト活動をしようと決断しました。これが今までの私です。これからの私については、皆様の持っている表現の種を触発できる、そんなアーティストになっていきたいと思っております。ぜひとも応援よろしくお願いいたします。これで自己紹介終わりです。それではまた次回の作品でお会いいたしましょう。